こんにちは、しげしげです。ケプリ降臨を読みドラパーティーでやっていきたいと思います。はい、まずバトル1ですね。5個消しをしていくんですけども、必ず強化ドロップを1つ、一番下の段に1つは置いておいてください。この後列変換されるんですけども、強化ドロップを含めていないと倍率が出ないので、1つは置いておくようにしてください。今ので言うと回復の強化ドロップを一番下に置いております。はい、ここで変換されちゃうんでね。まあでもこの場合だとなくなっちゃったので、スカマリを使っていきましょう。はい、落ち込みも乗ったので、これかなりいい火力が出るんじゃないかなと思います。はい、600万ぐらいですね。で、このダンジョンが操作時間4秒固定ということがありますので、少ないコンボで高い倍率を出していけるリーダーがいいんじゃないかなと思って読みドラで攻略しております。はい、で継承ですが、ネフティスにパンネロを継承しております。闇を消しちゃうんですけど、まあ、もう一回変換使ってあげればいいのと、あとね、覚醒無効を解除、どうしても解除したいので継承しております。で、ここの暗闇と毒は気をつけてください。まあ、極消しすれば問題なく倒せるかと思います。全然毒は残しちゃっても問題ありません。まあ、お邪魔を処理しながら極消しで問題ないかと思います。はい、でここはコンボ吸収に気をつけたいですね。ただ操作時間が短いので、あ、ちょっとやばい。はい、消えましたね。はい、火力的には全く問題ないです。で、このあとですね、3ターンの間100万以上のダメージを吸収ってことですので、サクッとこれを解除していきましょう。3ターン適当にやり過ごします。回復ドロップだけね、残しておくようにしましょう。まあ、万が一枯渇しちゃっても読みドラが4つ作ってくれますので問題ないかと思います。はい、まあ、このターンはね、大丈夫です。で、ここで覚醒無効が飛んできますので、パンネルを使ってあげます。からのカストルで変換ですかね。ちょっとエスカマリだと多くなりすぎそうだったので、はい、まあ、こんな感じで組んでいけば問題なく倒せるんじゃないかなと思います。はい、ということで安定して攻略できますので、ぜひね、ケプリのスキル上げやってみてください。ご視聴ありがとうございました。